誰しも人間関係から感情が高ぶり、口論になってしまうことはあると思います。そんな口論がきっかけとなり、殺人事件にまで発展してしまった。そういった事件は数多く報道されています。中には旗から見れば、そんな些細なことでと思う事件もあります。人はそれぞれ何に対し敏感で、怒りが湧き、豹変するのかわかりません。皆さんにはそんな、人に指摘されると腹が立つことはありますか？横浜強盗バラバラ殺人事件。2009年6月、横浜港で釣りをしていた男性が人間の体の一部が浮かんでいるのを発見し、警察に通報しました。それとほぼ時を同じくして、十数キロ離れた東京湾海上でも男性の頭部や複数の手足が発見されます。警察によりすぐに身元確認が行われ、その結果殺害されたのは麻雀店経営者の水本大輔さん当時28歳、そして会社員の高倉純一さん当時36歳と判明しました。遺体がバラバラにされていたことから、警察はすぐに殺人事件として捜査を開始します。それから数日後、本件とは関係なく覚醒剤取締法違反でとある犯行グループ4名が逮捕されます。彼らの名前は池田博之、宮原直樹、伊吹慎吾、三田京志郎。警察の調べにより、このグループのリーダーが池田博之であることが分かり、そして彼自らこのままではバレると思い、麻雀経営者の男と会社員の男を殺したと供述しました。さらにその供述の中で、本件の発端となった別の人物の存在が明らかになります。一体なぜ彼らは2人の殺害にまで至ったのでしょうか？それでは事件の詳細です。まず本件の前提情報として、彼らはベトナムから麻薬を密輸するグループでした。このグループを取り仕切っていたのが、後に本件の計画をすることとなる近藤武郎当時25歳という人物。近藤は池田を麻薬密輸のグループに誘い、そのグループのリーダーになることを命じます。グループを任された池田、近藤の指示でグループをまとめ、次第に近藤の言うことには何でも従うようになりました。そんな池田には近藤も心を許し、いつしか2人には信頼関係が生まれ、近藤は安心して仕事を任せることになります。2009年6月18日犯行前日、近藤は被害者となる水本さんと麻雀店の経営方針をめぐり口論になりました。麻雀店の所有者が近藤、その経営を任されていたのが水本さんという構図。しかし水本さんはこの店を乗っ取ろうとしていたのです。次第に激しくなる口論、水本さんはついにこのようなことを口にします。店をよこさなければ麻薬密輸の件を警察に通報してやる。この脅迫に危機感を持った近藤は水本さんに対し殺意を抱きます。そしてどんな指示にも従う池田と共に、水本さん殺害計画を念入りに始めました。決行するにも近藤は水本さんとトラブルになっていたため、直接呼び出すことが難しく、そこで水本さんと面識のない池田を呼び、仲介者である会社員の高倉さんに嘘の商談の話を持ちかけ、水本さんと高倉さんの2人を千葉県船橋市のホテルに金を持ってくるよう呼び出しました。翌6月19日本件当日、池田はあらかじめホテルの従業員に対し、撮影があるから大きな音がするかもしれないと告げ、何の疑いもなくやってきた水本さんと高倉さんの2人は、指定された部屋に入った瞬間、池田とその犯行グループに即座に拘束され監禁、数時間にわたり暴行を受けます。さらに池田は水本さんから1340万もの大金を奪いました。二人ともやっちゃってください、そう近藤に依頼された彼らは、その後池田が持参したチェーンソーを持ち出し、水本さんをバスルームに連れて行きます。この時すでに水本さんは自らの死を覚悟していました。最後に家族や妻に連絡させてほしい、せめて殺してから切ってください、泣きながら懇願しますが、池田は動いちゃダメだろ、切れないじゃないかと笑いながら、水本さんが生きたまま首を切断しバラバラにしました。殺害後、人形みたいだろ、この道具使いやすいな、などと共犯者たちに得意げに語っていたそうです。その後呼び出されたもう一人、高倉さんもすぐさま刺殺されました。そして二人はバラバラにされた挙句、犯人グループが持参していたスーツケースに入れられ、遺体は彼らによって横浜港や山梨県の山中で行き、その後は冒頭の通り逮捕に至ります。本件が発生してから約4ヶ月後の2009年10月14日、すでに覚醒剤取締法違反の容疑で逮捕されていた池田が、自らの供述により死体遺棄の容疑で再逮捕されます。
彼の主な罪状は強盗殺人、死体損壊、逮捕監禁でしたが、結果的には9つの罪で起訴されることになります。死刑になっても仕方ない、そう話していた彼ですが、日本では裁判員裁判制度が導入されてから死刑判決は出ていませんでした。本件で一体どのような判決が下されるのか、世間の注目が集まります。約1年後の2010年11月16日、横浜地裁は本件の残虐性から池田に対し死刑判決を言い渡しました。日本で裁判員裁判が導入されてから初めての死刑判決です。共犯者の3人には死体遺棄、逮捕監禁の罪により懲役3年、執行猶予5年の有罪判決が下されます。彼らは池田に支配され、従わざるを得なかったことを理由にこの判決に至りました。一人も二人も一緒だ、口外すると家族も危ないと思え、このような言葉で共犯者たちを従わせ、さらには俺を止めた奴も殺すと脅していました。裁判では死刑判決を言い渡されようが平然な態度を取ってきた池田、被告人質問の際にも被害者の命乞いを聞く気になれなかったし、躊躇する気にもなれなかった、自分が人を殺せる人間であることを見せつけたら麻薬密輸の利権が手に入ると思った、と当時の心境を語っています。しかしそんな池田に心境が揺れ動く出来事が起こります。それは被害者遺族の意見陳述時、そして池田の母親が被害者遺族宛に送った手紙が弁護人によって読み上げられた時です。ひろゆきの母親だから同じ DNA を持っている、私も息子が犯した罪の中にいる、寝ても覚めてもこの事件をどう背負って生きていくかを考えている、この内容を聞いた時、池田は初めて涙を流し、遺族の悲しみは想像以上に深いと思った、仕方がないという気持ちで死刑を受けてはならないと自分の犯した罪と向き合いたい気持ちになったと語ります。そして彼は2021年現在、東京拘留所に死刑囚として収監されています。ここまでが本件が現在に至るまでの話となりますが、皆さんはお気づきでしょうか。もう一人、本件を首謀した近藤が果たしてどうなったかということです。実は近藤は現在進行形で逃亡しています。一説にはタイに逃亡しているという話もありますが、それに関する明確な根拠はありません。少し遡ることにはなりますが、本件が発生してから約半年後の2009年12月9日、神奈川県警は日本国外に逃亡した可能性のある近藤に対し、強盗殺人、殺人容疑で逮捕状を請求。約1週間後の12月15日付で、国際刑事警察機構を通じて国際手配をしています。些細な口論から店の取り合いへと発展し、脅し脅され大変な事態となってしまった本件。人間関係の問題、そして金銭の問題。しかしながら本件において死刑が言い渡された池田の本当の目的とは一体何だったのでしょうか。近藤に認めてもらいたかったのか、それともマインドコントロールされていたのか、はたまた麻薬の密輸の利権に関する大金に目がくらんだのか、その真実は本人にしかわかりません。自分の発する言葉一つ一つ、軽く言ったつもり、そんなつもりはなかった。私も動画投稿を通し、言葉を伝えることの難しさ、漢字の読めなさを含め本当に痛感してばかりですが、皆さんもお気をつけください。本件で亡くなられた水本大輔さん、高倉純一さんのご冥福を心よりお祈り申し上げます。それでは今回は以上です。ご視聴いただきありがとうございました。